お島は、秋田県山本郡八方町にある日本の無人島。八森駅の南西の海岸から約100メートル沖に浮かぶ。お島花火大会毎年8月15日には、お島花火大会が開催されている。花火の他にも、郷土芸能や太鼓などが披露され、会場は多くの見物客で賑わう。お島の周囲は500メートルほどで、島中には、 雄島とメス島と呼ばれる二つの小高い岩山がある。山上には海岸植物が群生している。一方、岩山には幾度か松や椿などの植え付けが試みられてきたが、活着しなかった。お島は古来より信仰、漁業、磯遊びの対象となってきた。お島は弁天島とも呼ばれてきた節があるが、定かではない。ただし、お島の西方沖合には、 深い低岸があり、弁天と呼ばれている。夕島の祠には、ザイテ天が、メス島の祠には、エビスが祀られている。名酒、白箔を製造、販売する、山本合名会社では、昭和初期まで地種、大島を販売していた。大島に生える草花を摘み取って持ち帰ろうとすると、海が荒れてくると言われている。に降り立ち、メス島川手前の、すぐのところには、 岩面に残る輪立ちのような溝が数条隙間なく並び、南北方向に走っており、弁慶車引きの跡と呼ばれている。これは安山岩の板状節理がそのような形になったものである。お島の裏側には沖の池という地形がある。これは浅く水盤のような形状で直径が30メートルほどあり、湿気の際に波しぶきが上がってできたものである。 菅江澄美は1801年に雪の道奥行きの出輪路にて、大島について、この島の中に清らかな泉があるというが、いわゆる沖の井が、この裏にもあったのだろうかと記している。しかし、大島には、清水の湧く泉は実際にはない。ただし、雄島と雌島の山裾その合うあたりに、岩の割れ目が覆う状態になっており、 中に小さな砂利が敷き詰められてあたかも井戸のようなところがあり、そこに雨水が溜まり上陸した人が使ったとも考えられる。近くにある八森金山は江戸時代には出入りが厳重に監視されていた。鉱石の荷物は必ず届け出され、大工や堀子、小薬人ともにに隠しがないように代わる代わる役人に監視されていた。稼ぎの者が高校から出る際には、 出口の小屋で帯を解き裸で検査された。町頭の仁左衛門が、役人の目を忍んでお島に遊びに行ったところ、遊びに来ていた役人に見つかり、町頭悲面になっている。1926年4月に、五能線の椿駅までの開通が決まると、それに合わせて、お島を拠点とする観光事業の構想が練られ、同年3月には株式会社観用車が創立され、事業が始まった。 5月11日、創立総会が中浜の名や元廊で開かれた。大島にはセメント製の長王所が設置され、未用閣という両庭園会場が中浜海岸に建てられた。都州城もセメントで仕上げられ、雄島とメス島の間には木橋が架けられ、都州城の近くには二坪ほどの売店が、雄島と貯魚城の横にはあずま屋が設置された。しかし、何回も、 大きな風で飛び立て替えられた。夕島とメス島の山上には木造の祠らが建てられた。現在の祠らはコンクリート作りで後に立て替えられたものである。メス島の上部のやや平らなところには野営場が設置され、天幕の支柱を固定するためにコンクリートの食い柱が設置された。そして1926年6月23日には、 未用者の大島会場式が、快晴の潮風はためく、夕島で開催された。当日は、紋付け、洋服、制服で清掃した約60名が出席し、野代の芸者8名も加わり花を添えた式典の写真が残っている。しかし、いつまで続いたかは明らかでないが、結局夏場の海だけでは、大島の観光事業は成立せず、後に廃絶した。 元町長の日沼文一は、島に渡るのは発生鉱山関係者や有力者、有名人がほとんどで、文化人や金持ちが多く訪れた。島田悟空もよく遊びに来たと証言する。八森郷土史資料、第25号収録、銀山余文、佐々木正夫、昭和59年8月、PQ、郷土史集1八森の明治大将、日沼光一。 1991年7月、消えた発生鉱山城下町その栄古清水、北は新報社編。1990年9月、P92 から93。ありがとうございます。